みんなどこに行ったの？地球の重力め、フェニー！小さいデラ、こそこそ近づくと危ないぞ。何か用があるのか？ない。裏庭に住んでるかっこいい月の戦士と戦い方について情報交換したいわけじゃないよ。おかしいもん、それに忙しそうだもんね。ああ、宇宙船を作って月の民と共に地球に勝る星に帰るんだ、惑星月に。そうだよね。私も忙しいんだ。お、やっと見つけた。今日は何するの？オットマン帝国を見る。また？これ前にも見たことあるでしょ。結末を知ってていい、気楽で。ねえねえ、外に出ようよ。イモムシを捕まえない？サナギの中でドロドロに溶けてから蝶になるの。自然は楽しい。いやあ、テレビのクロムゴールドだ。私は地球でおなじみ最も偉大なヒーロー。諸君は顔を持ってるだろう。あのハンサムな勇者はダックバーグのためにもう十分貢献したとな。まだできるぞ。町の未来のために作ったグロムコースターを超える乗り物、じゃじゃん、その名もフリントグロム観覧車。今夜桟橋でお披露目するぞ。グロムゴールドが作ったのか。でも楽しそう。巨大な観覧車、どう思う、デュイ？あれはグロムコースターがオープンした日、並んでいた僕はティニー・ジェンキンズっていう子に順番を譲った。そしたらレールが壊れて、ティニーが何時間も降りられなくなったんだ。ティニーがニュースやトークショーで怖かった体験を語るのを見て思ったよ。僕が乗ってたはずなのにって。今日はティニーに譲らないぞ。デューにかしてデューイがパニクるんだ。ウフー、どんなトラブルで？何でも受けて立つ。